はい、皆様こんにちは、こんばんは。あんまり人は映せませんね。ここはね、実はね、道の駅なんです。ヘリ遊覧会場、ここ受付済ませてね、ヘリ乗れますね、これね。高いっつったど、一人なんか何千メートルまで行けば一人6,800円で、お試しっていうのが一人4000いくらとか3000いくらとか。はい、さっきまでね、このヘリね、飛んでましたね。すごいですね。はい、ここが受付。私は乗りません。ここはね、道の駅なんだっけ一回来たんだよね、食べたんだよね、ここでね。なんだっけな、忘れちゃった。マシコか、マシコの道の駅、マシコ焼きありましたね。はい、人がいっぱいです。緊急事態宣言が解除されてね、あっちは山、震えちゃうな、ちょっとな。解除されていっぱい晴れで人でにぎわってますね。よいしょ。こっちでの、ご座借りれるんですね、これね。ご座借りれて、あの芝生でね、みんなピクニック気分でここでお弁当買って、ここでチンできますからね。テーブルと椅子があって室内でも食べれます。はい、で向かい側が入り口ね。ここトイレ、あんまり映せませんけどね、ここだけね、移住サポートセンターだ。ここがバッグとかいろいろ売ってて、そっちマシコ焼き、奥がね野菜とかお弁当とか売ってます。アイス食べましたね。はい、出口ですね。わあ、今お昼だからカンカン照りです。道の駅、さっきね別のところで焼きそば食べてね、ここでアイス食べたい、あとトイレ休憩したいということで出てきました。はいはい、益子の道の駅益子。あっちがね野菜で、すっごいもうみんな密になってましたね。で奥がレストラン、アイスいろいろあります。トイレ、郵便ね。天気がいいですね、逆光。車もバイクも満タンです、いっぱいですね。個人情報だからあんまりナンバーね、あれしないように。広いですね、益子の道の駅は。あそこがね、子供たちのびのび遊べます。ここはね、なんだ、バスも通ってんだね。デマンドタクシー、タクシーとバス違う。今日はヘリやってましたね。私は乗りません、怖いですあと高いし、駐車場広いですからね。はい、たどり着きました。バイクのとこ止めらなくて、ここ止めましたね。水終わってると思ったら、はーい、益子の道の駅終わり。